嫌ですよ。キリストは大手とは誰もコラボしない。え、じゃみんなにブロックされてんだってあの人。これママム、ママムヒップ。いやメガネしたからいいよ。行かないよクルちゃんのところなんて。でクルちゃんがね一人でいたら会うよ普通に。クルちゃんが一人だったらね。でもまあ今日明日ね出かけるからね。まあ明日出かけるからさ、明日あのね映画見に行くの。あのシング2見に行くの。なんか向こうつまらなかった。そうだからなんか見ててさ、なんか伝わるんだよね。ヒヤヒヤ感が。ヒヤヒヤしてるよね。シング歌ってて、シングっていう映画知らない？シングの2明日見に行くの。すごいなって。まだ中村って人の方が良かったよね。あ、そうコアラのやつ。あ、言わないでね、オチとか。もっとチヤホヤされたい。いや別にチヤホヤされたいとかじゃ ないんだと思うよ。チヤホヤとかじゃなくない？だアイテム飛んで欲しかったみたいな。なんやからどうも。だからだからやからってさ、なんか陽キャじゃん。陽キャだからここってさちょっと暗いじゃん。暗いっていうかさ多分ね場違いなんだよね。なんか場違い。なんかいるよね歌舞伎町にああいう親父がアフター求めてくるやつが。え、まだ中村って人の方が盛り上がってたんじゃないの。名古屋のキング知らない。まあ、いやあんま知らないかも。でもさ私思うんだけど、じゃあさ真由がさあのイキリストって人とコラボしたらさ、じゃあそれ盛り上がってたの、どうなの。真由は陰キャ。あ、ありがとう匿名さん。花吹雪ありがとう。先週見に行ってきたけどよかった。明日見るからありがとう。ありがとうございます。盛り上がってない。いやもし真由だったら、まあ、最初から行かないけど、もし行くとしたら、まあ、多分途中で帰ってんじゃない。ちょっと用事があの大事なとこ行ってる。前が喋りすぎて向こうが嫌気さすパターン。え、でも前が喋んなかったら誰喋んの。じゃだってお通夜なんでしょ。喧嘩しそう。でくるちゃんはでも私が言ったらさあれじゃん、なんかうざくない。全然まだ配信できるのないしさ。でも大手以外の男は良くないんじゃない。あ、で、でも機長とかはまだ顔がいいからまあありなのかもね。エキリマも最初はうるさいだけで何も思って、あ、そううるさいだけ。え、なんかそうなんか喧嘩とかでさ、なんかあの口論するとするじゃん。でめちゃくちゃマシンガンでかぶせてくるやついるじゃん。かぶせば勝ちみたいな、そういうやつ。くるちゃん S が好きだから強めの言葉に喜んでたね。なんであんな男と、いやなんか前回めちゃくちゃ飛んでたんだよ。でなんか多分それで味しめてコラボしたら頭抱え出してるんだよ。ありがとう。来るだけ場違いすぎて、まあ、どうなんだろう。機長が別の女とコラボして当てつけ？いやそれはないでしょ。それはないでしょ。なんか機長も、え、機長ってさ何キャラ？笑うな。なんで？機長ってなんか多分ド S キャラ。ド S キャラでなんか。こうキャラ作ってるけど、ただの多分つまんないやつ。
多分本当は、そうそう、本当は真面目、そう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 。まあ別に自己評価高くないよ。あのね、顔面いいやつって可愛い子もそうだし、あのかっこいい人もそうだけど、あのね、絶対いい人なの、これ本当。機長も本当はあのキャラを作ってるけど、なんかこうやりちんみたいな、本当は真面目、そう、かっこよくないの？え、なんか顔はなんか結構かっこいいんじゃないの？でもなんか機長のきちょうのさ、なんか機長のアンチ、なんか機長のアンチがこれ機長なの？なんか来たんだけど、これ機長なの？これ本当に機長？これ美顔機能だったってこと？え、全然違くない？これが現実？すごくわかる。ちょっとだって全然違うんだもん、だってさ。そんな違うやついるのか。あ、しきちゃんはイケメンだって騒いでたんだ。いや、なんかもっとホストっぽいじゃん。なんかファイナルファンタジー系じゃん。でもここも DM 来たから、え、全然違うじゃんって。あ、そうなんだ。イキリストイケメン、イキリスト、へえ、なんか子供にしか見えない。なんか若いでしょ多分あの人。20前半。あ、機長さんお疲れ様です。機長さん、なんか誰かとコラボなんですか？今機長さんがめちゃくちゃイケメンだっていう、あの話してましたよ。あの イケメンっていう、本当にね、しきちゃんもだってイケメンって、え、しきちゃんもイケメンって騒いでたしね。え、ちょっと私ブサイクとは言ってないよ。だから機長ってイケメンだから、でイケメンだから本当はいい人でも、私嘘ついてないよね。イケメンって本当、あの顔がいい人ってさ、あの根がいい人が多いからさね、じゃあイケメンだと思いますよ。じゃあなんかアンチがすごい、なんかこう加工して写真送ってきて、それだけ。なんか最近機長さんなんかね、コラボすごいしてるけど、アイテムありがとうね。いや、もう来なくなった、来ないと。いや、もういいよもう。まあ、でも確かに私もちょっとね、あのマスクのトラウマがあって、マスクのトラウマ、マスク詐欺あるよね、配信会って特に。嫌われたか、いや、どうなんだろう、わかんない。頑張ってほしいですね。ふわっちに来てもらって。タイプ、え、まあね、顔面のタイプはね、なんつうの、羽生結弦とか好き。ごめんって、いや、私だってブスとか言ってないよ。あ、ジミンも好き。うん。ね。あ、で、あのさ、羽生結弦を好きなやつは絶対に好きなのが神木隆之介じゃない？神木隆之介ずっと好き。あ、初見さんありがとう、桜餅ありがとう。そう、でもジミンのこともすごい好きだったんだけど、なんかもう遠くに行きすぎちゃって、プツ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 ですか、どうなの。前の配信ミラーしてる？前の配信ミラーしてんの？誰が？機長が？え、なんか言ってるの？え、ふわっちでミラーしてるの？
ちょっと、ね、粘着やめてください。ガンシー万葉集だし、ね、粘着やめてくれない？マユってやつの配信見てるって、ちょっとほんとやめて。なんなの？じゃあ見て、なんなの？てかさ、気持ち悪いよね、正直。なんかさ、やっぱ有名になりたいのか知らんけど、この世で貴重嫌いなかいってそのサムネ来ちゃったけどやめてくんない？マジで。マユの配信を見てるって だからなの？見てどうした？キャスではもう無理だからね。もともとツイキャス配信者でしょ、もともと。いや知ってますよ、それ。あの DM で来たんだから。でもなんかさ、結構最初の段階ってさ、なんつうの、初見です、恋していいんですか？いいよ。あ、見てないんだ。あ、もう嘘ハトも嫌だ。てかもう、じゃあハトやめて。ハトはブロックね。マユちゃん気になるのか？全く気にならないよ。全く気にならない。でもなんかさ、機長ってじゃあ女とばっかコラボするじゃん。でもなんか多分あの手のタイプってさ、女リスナー受けじゃん。男とコラボした方がいいんじゃないの？韓国でシミ取りってピンキリだけど、別に2万ぐらいでできるよ。なんかさ、今ってさ、コラボ流行ってんの？みんながさ、コラボしすぎて、マユにもさ、コラボしろってコメントめっちゃ来るからさ、なんでみんなそんなコラボするの？嫌われてるから男コラボしてく。あ、そうなんだ。いや、わからん。ふわっちはコラボが基本。あ、でも言う、あの、うん、パチおじさんとコラボしたい。まゆ、パチおじ好きなんだけど。パチおじ、結構ファンなんだけど。パチおじ会ってみたいな。早く行ってから、パチおじ。大阪だもんね。大阪じゃん、そっちのブレン。で、なんか、八王子だったら会いたいな。八王子チェリーやね。知ってるよ。だから知ってるって、別に好きだから。ちょっと、枯れ線とかじゃなくて、ファンなの。面白いじゃん。私なんかね、もう、そういう人なんか好きなんだよね。市長は嫌なんだ。え、別に、てか知らない、そもそも知らないから。若くてイケメンとコラボして。若くてイケメンって誰？だから機長ぐらいしかいなくない？面白いじゃん。私いつも笑っちゃうんだけど。なんか思い出しただけで笑っちゃう。ちょっと待って、ね、すっぴんやばいな。マユとは付き合えないし、見たいだけも無理、ごめんなさいって。なんで私何回も振られてんの？あ、てかね、マユね、正直言うとなんかイケメンそんな好きじゃないんだよ。イケメンってさ、なんかめっちゃいい人かめっちゃ勘違いかのどちらかっていうか、わかる？あ、サプリくんイケメンだね。あ、ふわっちではサプリくんがイケメンか。つんく似てる、思った。トシくん
は昨日喧嘩した。トシ君に昨日ファンタ、あ、私生まれて初めてファンタ投げたの。あ、ゆうくんって誰だっけ、あの嫁いる人だっけ。まゆさん、あのトシ君に生まれて初めてファンタ投げたの。